入場してまいりました。この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。巻き投げてまいります。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。組みに行きます。ロープに振った。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね。どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。相手を挑発してまいります。このポーズです。ドクキリ。チョップがうなってまいります。腕を逆に投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。逆に切り返します。ロックアップ、ロープに振って、あと巻き投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。さあ、ジュニア戦線殴り込みを新たに宣言してまいりました。若き日の藤波辰巳、そしてあの虎戦士のようなジュニア伝説を築くため、ジュニアの新しい星が今夜も華麗にきらめいてまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。足攻めに転じます。リング下に降ります。相手を挑発してまいリング内に戻ります。掴みます。サミング、掴んだ。このあたりラフに転じてまいります。掴んだ。エルボーを振り落とします。掴みます。今側頭部ですね。後頭部痛だか。引き起こす。バックを取って、エルボーで切り返す。チョッパー行け。逆に返した。組み合った。つけていった。逆水平。あっと、喉仏を狙った。蹴り上げていく。ガチッと組み合った。ロープに振った。いけるか。ロープに振って、巻き投げていった。バックに回った。エルボーで返す。あっと、そのまま投げていった。
ーに振った。見栄を切った。トラースキック、望むと立たせていく。組み合った。場外に落とした。一気にスパークするのか。お気をつけください。ロー打ち込む。ドロップキック、的確であります。リングに戻ります。組み合った。ロープに飛ばした。首根っこを掴ん、ラフに転じる。ローキック。このポーズ、ガジェット組み合った。バット返した。組み合った。対角線に飛ばした。一気に料理するのか。顎を狙っていく。引き起こす。ガジェット組み合った。あー、いやらしい攻撃だ。ハイキック速攻。